待っていたよ、クスイジ。始まるぞ。どうも、クズリンです。本日はですね、RX-105 クスイガンダムレビューしていきたいと思います。いや、ですね、並びましたよ、朝から。やはり熾烈な戦いでしたね。一応ですね、まあ、某量販店の開店1時間前に並んだんですけど、僕、5番目だったんですよ。で、本当はですね、ペネローペとのセットが欲しかったんですけど、それが2個しか入荷しなくてですね、まあ、最初に並んでた1人目と2人目の人にも、それは買われてしまいまして、僕は今回、単品でということになりました。まあいいですけどね。はい。で、まあ、ついでにこのアクションベースも買ってきました。はい。パッケージこんな感じで、かっこいいっすよね。この胸部の角。これが僕的にはもうほんとドストライクで、今回この角さえなければクスイ買うことはなかったんですけど、はい、もうこの角のせいで。はい、側面こんな感じですね。サーベルがなんていうか、こう、ダースモールみたいな感じなのが、ちょっといいっすよね。こんな感じか。はいはいはい。まあ、エフェクトセットないんでね。こんな感じになるのか。こんな感じで。よし。ちょっと開けていきましょう。ファッツ。で、今回思ったのが、結構、シール多いんすよね。もうちょっと色分け頑張ってほしかったなっていうのが、正直ありますかね。これ、6600円じゃないですか、税込み。で、マスターグレードの、ガンダム、ウィングガンダム、エンドレスワルツ、バージョン K と、同じ値段なんですよね。マスターグレードで、ほぼ完璧な色分けをしてたんで、同じ値段でですね、ちょっとシールが多いっていうのは、個人的にはちょっと、まあ、正直泣いちゃうポイントかなっていうのはありますね。まあ、塗装すればいいんですけど、まあ、僕めんどくさがりで塗装とか、あまりしたくない人間なんで、はい。いや、技術がないわけじゃないですよ。はい。こんな感じか。いや、でも結構ランナー入ってますね。で、よいしょ。これが、映画さ、無事5月7日に上映できますかね。なんか緊急事態宣言結構出ちゃってるんですけど、まあ俺は多分見に行けたとしても5月7日ですね、もうなんか上司が絶対残業させてやるとかほざきやがったんで、まあ見れて8日か9日ですね。まあ無事に公開することを祈っております。そして説明書。なるほどなるほど、かっこいいな。なんかゼオライマチックなデザインですよね。よいしょ。ちょっと見ていきます。なるほど。まあ、あんまりですね、こう、ランナー紹介ばっかしてしょうがないんで、早速組み立てで遊んでいこう、タイム。それでは、クスイガンダム、完成しました。そうですね、まあ、8時間ぐらいでできましたかね。まあ、今回はですね、シール全部使って、で、墨入れですね。そして仕上げに、艶消しスプレーかけて、はい、それで、完成させました。全体的にはこんな感じですね。結構、100分の1のガンプラぐらいのサイズがありますね。大きくてですね。で、なんか密度感も結構感じます。重さもやや重い感じがしますね。じゃあちょっと、そうですね。アップで見ていきましょう。よいしょ。顔がですね、こんな感じですね。ちょっと気持ちカメラ愛が大きいんですね。よし。で、僕の大好きなこの胸部のこの角ですね。これがもう購入の決め手だったんですよ。いいね、いいね。よし。で、手、平手パーツがまずついてますね。こんな感じで。足はこんな感じですね。このオレンジのところが全部ですね、シールなのがちょっと残念ですね。あ、おっとっとっと。で、すいません、今、ポロっちゃったんですけど、このバーニアとか結構、
ポロリしやすいんで、まあもう気にならない人は接着しちゃってもいいかもしれないですね。よいしょ。ああ。そして膝のところにですね、これと、ファンネルミサイルなんですかね。まあ、なんか、ミサイルのモールド的なものがありますね。なりぶん僕、先行のハサウェイ、小説とか読んでないんで、どこにどんな武装があるのか、クスイのことあんま、よくわかってないですよね。よし。じゃあ次、付属品ですね。まず、シールドですね。ここに、なんて言いますか、保持するためのパーツがあって、クスイにくっつけるときは、これを外します。よいしょ。そうすると、ジョイントが出てきます。で、ですね、これ面白いのが、この状態だともう、この保持するパーツがロックされてるんですけど、動かないんですよ。横にすることによって初めてこう、稼働するようになるんですよね。で、まあ、こうし、縦にして稼働させて、横にしてロックをかけるっていう感じですね。ただ、このクスイのですね、この、なんと言いますか、バランス的に、このグリップを下の方にすると、ちょっとうまく保持できないんで、やはりこの一番上固定かもしれないです。こんな感じで装備させます。このグレーのところ、シールですね。で、ここもシールです。本当にですね、今回シールが若干多いんですよね。で、次に、これはサーベルを保持するための拳ですね。サーベルはこれです。次。ビームライフルですね。これはもう専用の、拳が別途ついててですね。これがついちゃってるんで、右腕専用ですね。うん。そして、ビームサーベルの刃ですね。こう。こんな感じについてます。そして、まあ、ちょっと今回、ちょっと萎えちゃうポイントだったんですが、フライトモードにするときに差し替え用のパーツがあるんですよ。これを使わなきゃいけないのがちょっとですね、まあ、萎えるポイントでした。はい。では、ビームライフル持たしていきましょう。まあ、ここにジョイントがあってですね、この平手を外してあげます。ポリキャップ、なんつ、ボールジョイント接触じゃないんで、まあ、簡単に引っこ抜けるっていうのがいいと思いますね。よいしょ。で、いただきます。よいしょ。まずじゃあこんな感じで、まあ、装備完了で。いや、でも、デザインはほんとすっごく好きなんですよね。なんか、巫女さんって感じしません？はい。ちょっとすいません。またブースター、これもうちょっと接着します。ちょっとお待ちください。お待たせしました。もう、うざかったんで、接着してやりました。よし。じゃあ、まあ、巫女さんって感じしますよね。はい。好きなんですよ。可動なんですけど、まあ、胸部がこれ、ちょっとこういう風に動きます。で、頭部がですね、ここのパーツがちょっと干渉しちゃうんですよね。うん。で、まあ、まあ、こう、ちょっと逃がしてあげることはできるんですけど、ちょっと可動が、こう、怖い時がありますね。そして、この肩のアーマーがこういう風に展開しまして、で、腕はこういう風に動きますね。こんな感じですかね。よいしょ。で、足。まあ、このスカートを出してきて、まあ、そうですね、結構いい感じに、正座ぐらいまでいけますね。よいしょ。で、足首。同じですね。このウィングもあります。背面こんな感じでですね。このウィングですね。大きいですね。この状態ではこんな風に展開しますね。この状態ではこの横に開くことはできないです。差し替えパーツでそれが可能になります。こんな感じですね、あとは。では続いて、ビームサーベルですね。これ、このまま、取ります。ジンシネとかだと、なんか基部にサーベルのこの絵が刺さってて、うん、なんていうか、こういう風な抜き方ではなかったですよね。まあ、いいっすわ。じゃあ、
このね、穴が2種類あるんですよ。この普通の、あの丸の穴にはこれを入れて、で、こっちの穴はちょっと気持ちなんか、はい、なんて言えばいいんですかね。ちょっと図形苦手だったんで。ですね、純粋な丸じゃないんですけど、まあ、それで結構差別化が図られてるんで、こんな感じで、まあ、両刃になんですかね。の、こういう、ランサーチックな刃になります。ではですね、この拳に持たせていきます。よいしょ。これも簡単に分割して、で、ここに、ジョイントがあって、ここに保持用のピンが開いてます。こう、くっつけてあげて、拳を戻す感じですね。こう、おっと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 。こんな感じですね。で、まあ、左手に持たせましょう。こう外しますと。そして、この穴に入れてあげます。よし。こんな感じですね。うまいですねー、じゃないですよ。あ、なんか最近こう、ランサーっぽくするの、世の中的な流行りなんですかね。で、そっか、刃の色が緑なんですよね。ジーシェネとかだと、ジーシェネとかスパロボだとピンクだったんで。まあ、緑も好きなんですけどね。僕はスタードライバー、輝けのタクトっていうアニメがちょっと好きで、それにタウバーンっていうロボットが出てくるんですけど、そいつがまあ、剣を持ってるんですよ。まあ、そのうちの一本の剣がですね、緑色の剣で、エムロードっていうんですけど、まあ、なんでもいいです。まあ、それをちょっと思い出しました。まあ、ちなみに、これなんですけど、よいしょ、ちょっと外すの忘れちゃってたんですけど、よいしょ。これディスプレイスタンドにくっつけるためのジョイントパーツで、ここにぶっ刺します。クチッと。そして、一応一緒に買ってきた、このディスプレイスタンドですね。ここにこういう風に入れてあげますね。こんな感じと。よいしょ。そうすると、まあ、こんな感じでディスプレイすることができるんですけど、ちょっと下の方見てください。これ こう、重くて浮いちゃってるんですよね。まあ、大丈夫だと思うんですけど、まあ、ちょっと、転倒注意なところがあります。はい。では、続きまして、フライトモードにしていきましょう。では、まず、この肩のアーマーですね。こういう風に前方に持っていきます。あ、ちなみにこれ、メガ粒子砲なんですかね。はい、まあ、なんでもいいですわ。で、多分この胸のアーマーもちょっと上に上げるんですよね。で、背部。ここもこう上げていって、これちょっとスライドさせることができます。気持ちいい。よし、こんな感じですね。本当に1ミリぐらい展開します。1ミリぐらい。で、この羽を一回外してですね。で、めんどくさいのは、この基部も外さなきゃいけないですよね。か。ここも、よいしょ。これですね。このパーツも外して、で、ちょっと組み替えます。よいしょ。では、ジョイントパーツですね。これ差し替えになるんですけど、これをつけて、こうですね。で、ちょっとめんどくさいですけど、これもともと、はい、つけてあったのを、これを取り外さなきゃいけないですよ。よし。ちょっと俺、こういう工程慣れちゃうんですよね。だりなーって思います。だりなー。よいしょ。ちょっと省略。そして、この角度で、つけていきます。こうですね。こんな感じで、つけることになりますね。その前にちょっと忘れてたんですけど、足もですね、ちょっとこのパーツを一度取り外してですね、ちょっと硬いんで一回外しますね。よいしょ。この足をちょっと外して、このパーツを外さなきゃいけないんですよ。一応説明書には慎重にやってくださいと書かれてたんですけど、もしかしたらちょっと破損しやすいかもしれないですね。で、足をこう曲げて、で、こういう風に付け直すんですね。こんな感じです。よいしょ。こんな感じで。まあ、耐久性の面から仕方ないのかもしれないですけど、これもちょっと、めんどくさいですね。また戻すと。で、もともとこういうの角度だった羽を、この下に持ってくる。ですね。
まあ、ちょっと反対側を省略します。ではここにですね、この羽をつけてあげます。では、ディスプレイしてみるとこんな感じですね。なかなかですね、ハッタリは効いてていいと思うんですよ。ただ、ちょっと、組み替えの工程が、僕としてはちょっと、だるいなと思うのが正直ありまして。うん、まあ、破損とかするよりは、組み替えの方が好きっていう方はもちろんいると思うんで、よしあしですけど、まあ、個人的には6000円もするんだからもうちょっと頑張れただろうっていうのはありますね。はい。では最後に同じデザイナーさんのですね、グレートゼオライマーと並べたかったんですよ。これがやりたかったんですよ。まあ、総評といたしましては、まず、絶対にその、転売屋から定価以上の値段で買うような出来ではないです。だって、ちょっと辛いかもしれないですけど、バンダイから再販かかるのを待った方がいいですね。あんまりもう本当に正直に申し上げるんですが、いや、この値段するならもうちょっと頑張ってくれよっていうのが、正直ありますね。ただ、先行のハサウェイ、映画に なってるんで、おそらく今後このクスイっていうのはバンダイのメイン商品としてですね、おそらくいろんな商品で出てくと思うんですよ。例えばマスターグレードとか、まあ、RG とか、そこでどんどんさらにその精度を高めて進化をしていってくれればいいなと思います。三部作になるっていうことは、おそらくこの今はこの胸の角がついてますけど、どんどんとG ジェネとかに近くなっていくっていう可能性も考えられますし、まあバンダイお得意のなんかミサイルユニットとかがついたりして値段が2000円ぐらい跳ね上がったりとか、そういうことももちろん想像できます。はい、まあ、なんで、まあ、転売屋からは買わないようにしてください。ちょっと値段ですね、まあ、定価として見ても個人的にはちょっと厳しい出来かなっていうのはありますんで、はい、まあ正直すみません、期待してたんですけど、ちょっとその期待は下回る出来だったかなって思います。というわけでですね、まあ、今回のクスイガンダムレビュー以上となります。まあ、個人的に不満だった点をもう一度まとめますと、まずフライトモードにするときの差し替えがだるい。で、足の変形のときもいちいち取り外すのがだるい。あとはもうちょっと色分け、6000円するんだから頑張ってくれっていうのが正直なところですね。まあ、すいません、わがままかもしれないですけど、一消費者としてはやっぱり、なるべく完璧なものを求めていきたいんで、お金を出すんですから、まあ、っていうのはちょっとありますんで。で、バンダイはそれだけの技術を持ってるはずなんで、はい。まあ、これからも僕はバンダイ信者として期待していきますので、バンダイさんどうぞよろしくお願いします。というわけで、まあ、一応、そうですね。まあ、欲しい人、買おうと思ってる方、まあ、参考になればいいなと思います。プレネで買うようなものではないです。はい。では今後とも皆様の購入の参考になるようなレビューを心がけていきますので、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。カイゼリンでした。ありがとうございました。まあでもね、結構ね、好きではありますよ。はい。カードショップの元店長が、秘蔵のカードコレクションや、雑貨をレビューするチャンネルを、作りました。これからどんどんレビューしていきますので、仕方ねえなあこいつくらいの気持ちでチャンネル登録していただけたら幸いです。